今日もすごい格好してますね、田村君。いや、すごいですね。今日はですね、もう全裸ですから、はい、よろしくお願いしますよ。やめてもらっていいですか ね、 ね、そんなとこにほくろあるんだね、村村田村ね。そうなんですよ、裏にね、こう裏に、ほら見て、あい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 、あ、グーっぽいですね。パあ、パー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 、うん、あ、なるほど、全然できない。チョキが難しいですね。どうもよろしくお願いします。チャラデズームの時間です。ということで、毎日今配信してるんですが、今日はこのメンバーでやっていこうと思います。はい、まずじゃあ自己紹介しましょうか。クレバトラー長谷川です。よろしくお願いします。あ、じゃあ、今どうしてんの？じゃあ、高畑君、ご紹介。はい、シルの高畑と言います。お願いします。お願いします。お願いします。その隣のじゃあ瀬下くん行きましょう。はい、ネジ瀬下です。よろしくお願いします。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 その隣じゃあ村村田村くん行きましょう。モガイエレのウィーマガジーン。すごい、セリフだけでちょっと想像ついちゃうんだもん。どう確かに。ありがとうございます。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあ、ホンダスイミングスクールお願いします。ホンダスイミングスクールです。バシバシを水かけましてよ。見てまてガードしてください。この後よしよしもお願いします。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 じゃあ、そして。吉本くん。はい、父親の犯罪者吉本潤です。よろしくお願いします。好きじゃないですか。近すぎる、見せ近すぎるんだな。何度かやってましたよ。近づけよ。すごい、村村の田村のこの部分だけずっと見ることないもんね、あんま。ないもんね。歯並び綺麗だね。全体歯並びめっちゃ汚いっすよ。ほんと上すごい、あ、下、あ、ちょっとガチャだね。歯医者の光の具合もちょっともう瀬下君が歯医者の先生にね。あ、ライトあるぞ、ライトちゃんとしたライトじゃないですか。ちゃんとした配信設備が整ってすごい。今日の企画は、あの、今舞台上でみんなで揃ってできないじゃないですか、ライブを。そうですね、確かにそうですね。なので今日はあの全部一回ね、こう消せるんですよ、この自分の画面をビデオ停止とこう押せばこう見なくなれるので。どれだ、あ、これか、カラデで入っちゃってる。え、僕いますよ。ビデオ停止ですか。お前の写真だよ。これずっといますよ。あ、ビデオ停止ですか。わ、消えた。そう、え、これ、あ、声は通じてる、声は言ってるんですよ、声は通じてる。そうですね、マイクもオフボタン押すと声も消えちゃいます。あ、うわ、すごい。え、これはなんで一瞬だけみんな出てくるの、なんなの。やめて、一瞬だけ出てくる。あ、なるほど。あ、すごい、ワニワニパニックみたい。いや、これやばいよ、この配信。なんだよこれ。いや、こんなことをしたいんじゃないの。写真出てきたよね、写真出てきた。こんなことしたいんじゃないの。あ、ひどい、これはひどい。もう今日は配信上でいっぱい田村が移動するんだよ、顔が。そうです。一回画面切ると違うとこから出てくるんですよ。あー、すごい。本当にすごい。え、うわ、すげえ。これはやばい。テロップしてる高畑もすげえ大変になっちゃう。そうです。今日はみんな一回顔を隠して、どのタイミングで着替えてんのよ。バーン。どのタイミングで着替えてんのよ。人が喋ってるやろ。一回さ、消して着替えてもう一回出てきて間違い探しをやりたかった。あ、そう、間違い探しを今度やろうって。これいいっすね。いいっすね。それもね、いいんですけど、今日はみんなで顔を隠して
はい、舞台上にみんなで一緒に立ってるっていう体で声だけでちょっとライブをできないかなと思って。あー、おもろそう。なるほど。はい、なので一応みんな離れの舞台に立ってるっていう設定でこう話す、うん、なるほど。なるほど。なので村村田村もあの衣装をいつもの衣装を着てるっていう設定でもいいし。了解です。もう見えないんで何の想像でもいけるんで、あのガラスから飛び降りたとか言ってもいいし、あ何でもできる。なるほど、いいっすね。ちょっとそれでやってみようと思うんですけど、実験してみていいですか皆さん。やりましょう、実験的で。ぜひお願いします。はい、じゃあみんな消しましょうか一回。はい、はい、はい、じゃあモノボケライブっていう設定にしましょう。はいはい、消しました。消しました。さっき消してないよね。あ、ちょっと。消しました。はい。消しました。消してないよ、ね。消しました。え、はい、消しました。ちょっと、修学旅行の夜じゃないんだよ。寝たじゃないの。お前寝てねえだろうじゃないんだよ。楽しい、これ。見えるから。こうと思ったら超楽しい。すぐ見えるから。一人残ってるっすね。声は入ってますよね、これね。声は入ってます、声は入ってます。声はあります。じゃあ、中畑くん、はい、あの、オープニングの音、はい。日本語ちゃん消えてないよ。あ、写真か。画面オフにしようが、一人残ってるんですよね。もう、強い状態で残ってるっすよね。うん、いいでしょう。あれ、では始めてみますか。始めてみますか。もう始まってる？始まってきてんじゃねえかおい。もう始まったの？出て始まってない。確認のためにとかいいんすよ、その。おい、どうどうどう？いや出てきた。いいんすよ、そのなんかカメラチェックのために一回みんな集まる。やってんのこれ、どうやってんの？みんな見えてない。どうしに電気ついてくみたいな。なんだこれ。どうなってるんですか？大丈夫です。修学旅行のやつはやつでやるよ、じゃあ今度やるから。別でね、別枠で。別枠でやるから。消すよ、電気。電気じゃねえや、消すよ。電気消すよ。もう寝るよ、もう寝るよ。はい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 。田村がね。大丈夫ですか？じゃあ。オープニングの音を流してもらってライブが始まるみたいな感じにしましょう。はい、あ、なるほどなるほど、了解です。はい、ちょっとずっと流してたので一回切って。そうですね、あの、配信上では音が流れるんで皆さん。あ、そうです。はい、あ、なんか流れてたんだ。なん、あ、そうです、今も流れてます、うっすら BGM が。それ一旦切りますね。はい、どうします。じゃあスタートですって言いましょう。あ、スタートですって言ってください。はい、はいはい、大丈夫？高畑君、大丈夫？一回あ、大丈夫、大丈夫です。準備は絶対出てこない。トランプないですよ、吉本さん。では、音切りました。いきますね。では、ライブ、スタートです。はい、どうもよろしくお願いします。いや、始まりました。離れ、このボケライブということで。始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。自己紹介はもう大丈夫ですね皆さん。いや、今日こんないっぱいのお客さん入っていただいて本当ありがたいですね。本当そうですね。お願いしますよ。ウィーモカチン。いや、もう今日もすごい格好してますね田村君。いや、すごいですね。今日はですね、もう全裸ですから、はい、よろしくお願いしますよ。やめてもらっていいですか ね。そんなとこにほくろあるんだね、村村田村ね。そうなんですよ、裏にね、こう裏に、ほら見て、あ、痛い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 。いや、危ない危ない。ちょっと、何してんすか。あ、痛い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 。そんなとこ舐めちゃダメだから。何してんすか。お客さん見てますから。どこ舐めてんの。痛いんですよ。ちゃんとやりますよ。ちょっと今日の企画はモノボケということで、はい、離れにあるものを使ってモノボケしていこうということで。はいはい。皆さんも持ってきてもうすぐ
はいって言ったらもうそのままボケちゃって大丈夫なんで、面白かったらポイント入ってくって感じにしましょう。あ、はい、わかりました。はい、大丈夫ですか。いきますよ、はい、よーい、はい、スタート。でもいろんなものありますからね。何があるんだろう。何があるちょっと、本田くん、あ、はい、はい、ダメだって、はい、何でしょう。はい、危ないって、その、外飛び降りようとしちゃダメだって。あ、飛び込もうとしてないじゃん。プールかと思っちゃいました。いや、ダメだよ。プールじゃないんだから。うん、あれ、なんかすげえ重いもん。ええちょっと、自分か、誰だ誰だ、誰だ、誰だ、重いもん持ってきてる。もちろん、うんこ出そうなんで、ちょっといいっすか、一回。おい、はい、おい。物ボケじゃん。一回だけだぞ。物増やさないで。出た？出ました。出た？はい。出たってな。どうしたんですか？分かんないけど、もう実際やってるよりやばい、なんか多分。なんかそんなことある。いやもう怖いよ、もう。グロすぎる。ちょっとやっぱ今僕コメント打ってて、うん、あの YouTube の方で、うん、今日はあえてカメラオフにして全員が舞台中にいると想像してみてくださいって書いてあるんですけど。かかんってよかったです、ほんと。ほんとだ。想像してもらった方がいいな。ダメだよ、想像してもらったら今。まあでも、みんなが想像してるのと違ったかもしれないもんね。吉本くんは何舐めてた？最初は、金玉です。じゃあやめましょう。お話しを。最初は金玉です、ね。最悪じゃん。そうか。行くっすもんね。最初が金玉なんで、次絶対ダメなんで。じゃあもう無理だ。金玉ですからね。金玉行くから。物ボケが良くない。物ボケじゃない方がいいか、ライブが。何がいいっすかね。何がいい？なんだろう。わかんないっす。離れならではのがいいっすね。離れね。ならでは離れでよく離れっていうかチャロでよくやったのは、あ、隠れんぼとかね、なんかね、カンケリーとかやってましたよね。あ、カンケリーをやってましたよ。カンケリーのカンケリーできますか。あ、むずい。わかりました。お、はい、鬼先先決めちゃいます今。いやもうみんな消してじゃんけんしようよ。消してじゃんけんですか。顔じゃんけんっていうのがあるんですよ。皆さん知ってますか。顔じゃんけん。顔じゃんけん。グーだったらこう。え、チョキだったら。グーだったら。ちょっとわかんないです。チョキが。すいません。ホンダが邪魔っす。なんかホンダが邪魔で見えないです。いやいや。わかんない。もう一回お願いします、吉本さん。え、何が？チョキ。もう一回。え、ちょっと見えなかったっす。なんか。もう見えなかったっす。本当？顔、はい、顔じゃんけんね。はい。まず行くグーで行くね。はい、あれさっきとちょっと違う。それはわかる。グーっぽいです、まあまあ、うん、グーっぽい。チョキ。女が邪魔で見えない。いや、俺邪魔してないだ。4分割されてんだから。女が邪魔で何も見えないですよ。4分割されてるから絶対見えるんだ。どうしたどうした本当に。いや、4分割されてるから絶対見えるんだ。何が悪いの。何が今チョキのタイミングで本田がなんかグッて入ってくるんですよ。いやいや邪魔やねんお前。そんなことすんの。俺の画面だけなんかおかしいんですって。おかしくなってたんだから。瀬島さんもう一回お願いします。チョキの時に本田入ってくるんですよマジで。自分じゃもう一回やるね。じゃあはいはい、チョキ行け。じゃあグーから一回見せてもらっていいですか。グーパーチョキの順番でやって。ちょっとテンポよく。はい、すぐパッパやったらいいんですか。グー、チョキ、パー、あ、見えました、見えました。はい。見えました、見えた。見えた見えました。見えるんか。じゃんけんしましょうか。はい。はい。
じゃんけんポンでいいですか。はいはい、はい、いきますよ、はいはい、じゃんけんポン。ん？いや、こんなないだろそれ。あ、グー、グー。田村と瀬島くんが勝ったんじゃない？はい、他全部グーでしょ。二人ともパーだもん。じゃあ二人抜け。田村と瀬島くんが抜けて。はい、はい、抜け。じゃんけんポン。あ、俺はもうなし、なしですか？うん。俺らは勝ち勝ち。俺だけ勝ったんじゃない？はい、やった。チョキです。チョキでしょ？三人。はい。あ、チョキです。はい。抜けました。じゃああと3人でじゃんけんしてください。じゃんけん。あ、お、吉本くんと高畑くんの勝ちかな。あ、そうだ、本田くんだけちょっとキスしてたんで、ちょっとダメです。いや、僕グーです。僕キスじゃないグーですか。あー、グーか、よかったな。あ、キスか。これ、目開けてキスするタイプなんだ。いやいや、キスしてないんですよ、だから吉本さん。すごいな。じゃあ、本田くんが鬼ということで。はい、はい、じゃあやりましょう。はい、じゃあ本田くんだけ顔見せていいんじゃない。じゃあ僕が顔見せてそれ変か。見つかっちゃったらみんな顔見せていきましょう。じゃあ見つけたぞっていう感じですかね。はい、触ってください。見つけて触ってください。ちゃんと顔蹴られたらアウトだからね。顔、はい、蹴られたらアウトだから。顔蹴られたらアウトですか。顔蹴られた。あ、了解です。はい。じゃあ本田くんが鬼ということで、本田くん10秒数えてください。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。隠れたかな。よし、よっしゃ、蹴った。うわー、はい、はい、ダメ。早かったっすね。あれだよ、誰だかもわかんない。誰だよ。え、猫いる。猫がどこ。ちゃんと缶置いて、もう一回10秒数えて。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。よっしゃ、蹴った。いやー、もう最悪だ。よしゃー、よしまった。ストップ、よしまったストップ。よしまった、よしもった。行こう。やだ。やだ。怖いんだけど。おお。何いる。誰。なんだの。誰。やだー。どんだけ。やだー。誰よ。やだ。何。誰だよ。こっちもやだ。やったー。あなたより私の方がやったー。やった、私の方がやったー。ムラムラタムラだ、ムラムラタムラだ。やった、なにこの男。はい、あんなじゃん。ムラムラ捕まえました。あんなじゃん、捕まっちゃった。何やってんの。もういいや、助けたー。一光さん誰だ。捕まっちゃったー。あー、やっぱ侍。ええー、ムラムラタムラ捕まっちゃった。助けてー。あれ、おー、どこかな、どこかな。よし、俺ほら、本田捕まえとくんで、みんな蹴って蹴って。やめて、やめろ、やめろ、やめて。長谷川さん、長谷川さん、すみません、捕まえました、長谷川さん捕まえました。いや、めっちゃ殴るじゃん。いって、殴ってないです。いって、いや、殴ってないですよ。田村逃げました。あれ、おい、え、田村逃げましたよ。僕、え、誰かいないかな。あ、吉本さん、吉本さんだ、吉本さん。あ、いや、普通に捕まっちゃった。よっしゃー、吉本さん捕まえましたよ。しゃ、もう逃がさないぞ。ここか、
瀬下さんの匂いがするな。ふぅ、あ、瀬下さんだ、瀬下さんだ、あ、瀬下さん見つけました。あ、草使った。いやおならはね、瀬下さんのおなら、やばいやばいやばい、瀬下さんも捕まった。はい、捕まった。お前何やってんだ、こんなところで。警察だけど。え、警察、うわ、警察来た。誰だ、逃げて。警察なんて何やってんの、こんなとこで。誰だ、警察じゃ。うわ、大人だってもそんなしょうもないことして人に迷惑かけんじゃないぞ。誰、誰じゃ、誰やってスタ。はい、あ、関係なかったんや。スタスタスタ。だ、え、いやもうちょっと、ちょっと、あ、あ、あ、猫だ、あ、猫だ、誰だ、ワン、ん、ワン、誰、ん、ワン、あ、犬だ、犬がいる、犬がいる、お、なんだ、あ、猫だ、猫か、猫か、2匹いるぞ。ん、猫か。はい。え、何？何？ライン？ライン？あ、オオカミだ。いや、違う。あれは高畑くんだ。お、あ、違う。犬、犬違う。あれ吉本さんだ。吉本さん見つけた。いや、あれさっきもう捕まったはずなのにまた捕まったっすか。ちょっと行きましょう。そういうことね。ちょっと行きましょう。あれ面白かったですね。すいません、今顔出します。ちょっと待ってください。はい、笑い声に反応する。いや、もういいよ俺の顔のやつは。すごい、あ、すごい。あ、すごいじゃないですよ、吉本さん。感心しなくていいですよ。目は早く顔を出せ。先輩、待たせてるんだから、もう早く顔出せ。こんななっちゃうんだ。こんななっちゃうって、なってない。この唇はこのままですから。今の短時間で編集したんですか？いや、これ元から、違う、元からあんのよ。